前回再び開かれた地獄への扉。ああ、ダブルベッドになってた。ああ、やられた、寝る前に。エンダードラゴンへの道は第2段階、地獄でのブレイズロッド集め。ポテトマンおったぞ。名前変わってるけど。2人協力体制でブレイズロッドを落とす強敵ブレイズに立ち向かいますが、くそーカリカリに焼かれるなど、開始1時間で炎上の連続。それでもようやく出た、ブレイズロッドや。やったー、よし帰ろう。地獄で1本目を獲得、慌てて拠点に戻りストックしました。目指せあと5本。よい子のマイクラでサバイバル生活、なんだかポテトが食べたくなる、そんな回です。よし行こうか、あのポテロング集めに。そんな長くないあれ。ブレイズやっつけるおすすめ装備ありますかって聞いてみるな。うん、あと遭遇の仕方やな。ブレイズやっつけるおすすめ装備ありますか、はぐれメタルの鎧とかいいですよ。はドラクエやん、ドラクエやん。安全に行くなら弓です。火の玉をかわしつつ剣で一気に突っ込むのもありです。あれだ、ポテトが近くにおる。え、おかしいな。ハートが1個しかない。ブレイズに声聞こえると思ってんのかな。あ、ポテト近くにあんた。こっちか、こっちか。どっちやね、あのあれ、こっちか。あかんわ、俺も見るときこうやって見て思ってる。ここや、見てみ、チラッと見てみ。え、ちょっとくれそれ。欲張りやな。はい、よし、どこ。そう、走れて走れて。肉食べてる、こいつ。こいつ肉食べてる。ポテトことブレイズを発見。有野さん、突撃のタイミングを伺います。もう行こうか。お、生きよった。あれの、あ、逃げよった。うひょうひょ。有野さんが丸焦げになるや否や、すぐさま破壊神が突進する連携プレー。よし、やった、一匹やった。あ、2匹やっつけた。出た、出ない。お、アルの肉や、アルのスコップ。ブレイズロッドは落とさず、気を取り直し。おるぞポテト。こんな野郎、どこだ。この下や、真下や、上まで来んかの。今度は下の階層にいる有野さんと連携します。よし、俺が注意引きつけとくか、こっちに。へいへい、来た来た。おった、まだ首傾けてたぞ。やったか。どうや、お、ポテト。あ、来た、ポテト。ベーグルポテト、ベーグルの食うてないか。ポテト持って帰ってこい。そうか、あ、ブレイズロッド。あ、ほんまや、ポテトになったよ、名前と思った。違う、ブレイズロッド、ポテロング持ってんねん、早く持って帰ってこい。ややこしい、ややこしいな。現世に送り届けるまでが仕事やからな。はい、行ってきます。行ってこい、なるはやで帰ってこいよ。若いっすね。なるはやで頼むよ。その間、浜口さんはダメ元で。あ、来た、ポテイト。単身殴り込みに。落としたやつをポテロングなのね。うん、うわー、隠れる。オーケーオーケー、一気に攻めるか。気持ち悪い、気持ち悪い、全然出てこない。討伐、飛ばす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 。 OK、 ポテロングゲッツ。よし、なかなか順調やぞ。3本ときた。お見事、これで必要なポテロングことブレイズロッドはあと3本。上上がれっぽいぞこれ。え、あれな、ここうっすら見えんねんけど、上がってってみよう。上がれた。あ、ポテイトいた。発音ええな。プレイト、うやべ。どこ、変わった。いけるか。うお、あいつすげえ。これブレイズも捨てちゃうか。ああ、うわ、死におった。あれののベイクドポテトが宙に浮いてる。食べてええよ。
いやだいぶカリッカリになってるやろもう。欲しいのはベイクドポテトではなくポテトが落とすポテロング。倒したか。あれ、あ、ポテト、よしゲット、よし4本目。浜口さんの活躍でいつの間にか山盛りポテトフライに。金パンぐらいもらっとこうか。下半身の装備だけすっげえ充実してるぞ。その頃まだ1本しか取れていない有野さん、素手でブレイズに挑みます。素手だ。おお、来た。やった。落としてない。あー、カズト、ガストに左回りされた。カズトじゃなかった。そんな人の名前みたいなやつおれへんか。誰がカズトってあー参った。なんかアリナの武器がいっぱいあった。弓矢あるよ。やべやべやべ、カズトや、カズト。ガストです。カズトならぬガストの姿は。いかへんな。あ、なんか浮いてる。なんかでかい。なにあれ、でっかい。でっかい、なにあれ、でっかい。うわー、でかい。うわー、なにそれ、でかい。怖い。顔ありゃ、顔ありゃ。やだ、バグした、バグした。なにあいつ。ブレイズロッドの獲得を阻む巨大な敵ガスト。俺はもうこっちで。あー、デカル来た。ポテト来たか。いや、顔面が来た。かわいそうな名前つけられてるな。顔面は創造神に任せ、破壊神はポテトの胎児へ。あ、ポテトおった。うわ、来た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 。うる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 。よっしゃ、ポテト。ノーポテト。ダメだった。ノーポテイトでしたが、ポテトをほぼノーダメージで倒せるようになった浜口さん。うお、ポテト、うお。よし、おら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 、見つけたぞポテト。こら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 、よいしょい。おポテト、おポテト。その頃有野さんはガストと格闘中。あー、やだ、ヒダルマ。誰と戦ってんねん。なんかでっかい顔面。お、ポテト。あー、ポテト。うろろ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 、うろろ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 ろ。うわー、下落ちてった。おー、ノーポテト。ポテトを持ってないっていう意味で。これ、これ5本目や。集めろ、あのポテト。ポテト折れへんねん。あと1本や。ゴールが見えてきたことで気分が高まる2人。あと1本や、あと1本。1本、1本、1本、ちゃちゃちゃ、1本、ちゃちゃちゃ。あと1本や。あと1本。ラスト1本、どちらがゲットするでしょうか。あ、来た。うららららららら、うわいや、ノーポテイト。何にも取られなかった。再び浜口さん。こいポテト、ノーポテイト、ノーポテイト。次にブレイズを発見したのは有野さん。うわ、なんかいっぱいおる。うわ、なんだここ。あ、おった、遠い。なあ、あと1本。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 気抜けるな。おった。ああ、おったな、そこに。ポテトおるよ。ああ、弓矢のやつもおるな。弓矢からやってた。倒せ、どこやそれ。上。下、下、下。飛び道具が2人おる。こんなとこにおんな。よし。一方その頃、浜口さんもブレイズを発見。ポテト特攻しちゃろうか。
うわー燃えてる。よし倒した。ポテトー。時を同じくして有野さんも突撃していましたが、ゲットしたぞポテト。ノーポテト。まだか。よし帰るわ。そこ帰ろう。よしポテト。ん6本ややったー。やったで。エンダードラゴンへの道、これにて第2段階をクリア。ここからはクラフトの工程へ。一回寝っか。あよっ。またあいつここに寝てる。そんな暗黒の入り口で。あほんまや、暗黒塞がなあかんちゃうか。一回いいか。まあさほど怖かないけどな。強いな。うん。翌朝。あこれやブレイズパウダー。これを作る作る。でできたブレイズパウダーとエンダーパールで。あったエンダーアイ作りますよ。おお。さあ何個いんねん。12や。おいおいおい。完成したエンダーアイの使い方を確認します。投げるとエンドポータルがある方角を示す。エンドポータルの枠内に12個置くとエンドポータルが起動する。ほう。エンドポータルがある方角を示すから、それを見なあかんと思うんだよな。うん、外の方がいいか。外やな。エンダーアイを使ってエンダードラゴンがいる要塞を見つける工程へ。お先か。あった。はあ。なんや。こいつか。こいつだ。乗っとるがな。簡単にやっつけんな。倒しちゃった。え？ウサギおるで。あれ、多分頭刺さってるわ俺。おい。死んでねえけど。え？死んだ。え？動かさほうがいいよね。病院行く。全然痛くないんだけど。あ、なくなった。あ、なくなった。よかった。引くわ。いや、死ぬかと思った。あ、持っとこうか。武器、あ、食事とか。遠出を想定して冒険の準備。ちょい装備しといた方がいいんちゃう？さすがに。なあ。完全に装備したら、なんかこう気持ち的に構えてまうから、俺ら。気持ち的に。そう、その気持ちで負けるから。最悪やじゃん。最悪の大人やじゃん。フル装備いらんねん。いきますよ。じゃあこれぐらいのライトな骨と剣とベーグとポテト。それぐらいでええと思うで。気楽にいった方がええねんって。投げた。え、ちょっと待って、あの広いところで投げてみるわ。よっしゃ。逆に広すぎて見失えへんか。大丈夫か。え、方向見える方がいいんじゃないの。よし、いきますよ。投げますよ。エンダーアイを天に投げろ。こんなにいらん。なんか なんですかそれ。なんですか。なんかこう急に言われるからびっくりするんだけど。気合入るやん。エンダーアイを、はい、天に投げろ。いきます。お、投げる。よし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 。あーあっち飛んでった飛んでった飛んでった。ああ飛んでった。2個投げてもうた。ポヨン。こっちだ。1個落ちた。2個も投げたの。1個でええんちゃうの。1個返ってきた。あ、2個返ってきたよ。こっちやってよ。これちゃうな。え、まあ、こっち方面に見てたよ。あっち方面に行かなあかんねやろ。うん。エンダーアイが示した方角へ探り探り進んでみます。すると、ああれか。え、これどれどれどれ。これ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 。あ、それじゃない。え、あ、もうついた。ついた。これや。あ、それやそれや。どこどこ。これ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 。あ、あったあった。初めて見た。なにこれ、すげえ。行くだよ俺も。お、気をつけて。剣持っといた方がいいで。持ってる持ってる。なにこれ。どうなんもない。なにこれ、真っ暗。これ俺立てたやつやねんけど。
しょうもないもん立ててんな。何やこれ。お前これポンジさんに言うたか、これここ使うって。言うてないんすけど。実はこれエンダーパールを集めるために有野さんが作った建物でした。今回も石はポンジ先輩には内緒。改めてエンダードラゴン探しへ。高いところ来たからもう一回投げますよ。じゃまた投げんの。うん、方向を見んねやろな。で刺激していくんか。うん、どんどんいきますよ。待て待て待て、儀式や。恥ずかしいわ。俺娘2人おんねんけど。エンダーアイを空に投げろ。はい。あ、飛んでった。あっち。こっちや。こっちね。あ、パカーンとなったで。あ、割れた。割れたな。回収でけへんもん、あんねや。エンダーアイは壊れることも。エンダーアイを投げます。どうぞ。あ、飛んでった。その後も恥ずかしい儀式とともに。エンダーアイを投げては追いかける、その繰り返し。エンダーアイを空へ投げろ。はい、投げて。あれ、反対じゃん。落ちた。初めて来るとこかいな。初めてじゃないこれは。あれ、エンダーアイが指す方向に行ったら何があるの。え、そこまで産んでないの。え、エンダーアイが示す方向で何をすんのよ。質問してみる。エンダーアイが示す方向何があるの。あと6個しかない。回収できたり割れてしまったり教えて詳しい人と送ったところ、うん、さあみんなの出番だよ、協力してあげて。まあ、詳しくない人なんやろな。詳しくないからなんかみんな教えてあげてって。おもろな、リーダーリーダーリーダーしてくれてんねや。そうやな。要塞ですね、地下にあります。え、こうポーンって飛んでる方向やねんけど、ある程度まで来たらこう下を示し出すってことや。もう一回いきますよ。うん。エンダーイ投げます。はいよ、見てます。あれ、全然ちゃう方向飛んでた。落ちた。この辺ちゃうかい。ここ、ここってこと。ここじゃないの。もう一回投げてみるよ。エンダーアイを投げます。はい、投げろ。ほら下や。ええ下や。下下行った。あ、落ちた。この地下に落ちてたぞ。え、ここ掘んのんちゃう。掘る、掘ってみようか。早いな動くの。あ、分かった。もうじゃあもう下にジャーッと掘っちゃえ。もう嘘、下向きにさ、ほら、いて、いて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 。俺もなんで同じ穴入ってくるの。この地下に要塞があると予想すると、うわ、水、すまん。ああ、水、うわ、もう水ないと思った。なんと有野さんの穴にも水が侵入。溺れ始めます。どこだ、暗くて見えない。ダメだ。思わぬ水攻め。石を勝手に使われたポンジ先輩の怒りなのか。うわ、やべやべ、帰ってこい、やばいやばい、帰ってこい、やばい、やべ、帰ってこい。ああ、最悪や。最悪や。どこでね。どこや。やだ、戻りたくない。どこやろ、どこやろ、どこや。ああ、はじまじりのところや。最後に使用したベッドがなくなっているか、アクセスできません。スタート地点に戻された上、エンダーアイを全てなくしてしまうという痛恨のミス。そんな状況にまだ気づいていない2人。どこだここ。あ、晴れてる。今日の放送はここまでです。ええ、あるの迷子で終わりや。なんとか村へとたどり着き、地図を確認すると、あー、おった、遠いな。あの緑目指して有野さんが動けばいいってことや。せやな。あんま分かってないやろ。頑張ってくれ。地図の意味分かってないやろ。とにかく合流してくれ。そこほっといてください。じゃあ、うん、じゃあ今回の放送ここまでです。いやー、参ったな。次回、
要塞を目指し、あの堀氏が帰ってきました。お、やばくね超やばい、やばいよ。エンダードラゴン討伐へ、二人は再会できるのでしょうか。全くわ、えー、怖い。